歩き方がわからなくなった時のトレーニングをお伝えします。はい、皆さんこんにちは。整体院海斗院長の岡田です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日のテーマは歩き方がわからなくなった時のトレーニングということでお伝えできたらなと思います。これはですね、特に腰で神経症状があるような方ですね、神経症状があるような方で足にしびれが出てるですとか、足が痛い、歩くと結構足が痛いですっていう方に関してなんですけど、どうしてもそういった症状がある方って前かがみになってしまって、股関節がこううまく使えてなくなってしまうんですね。でそうするとやはりどうなるかっていうと、すり足で歩くような形になってしまって、股関節が全く使えてないような状態になってしまうので、逆にそれがこう体に負担かけているような場合があります。あとはですね、なんかこうよく見ると全然なんか違和感がある歩き方だなとかっていう方も中にはいらっしゃるんですけど、そういった方はまず股関節っていうところがしっかり使えないことによって、逆に腰に負担をかけてたりとか、逆にその神経症状を、進行させてしまってたりとか、そういった可能性がありますので、今回ですね お届けするようなトレーニングはその股関節っていうところをテーマに、やっていくようなトレーニングになっておりますので、ぜひですね参考にしていただけたらなと思います。またですね、なんか私最近ちょっとフラフラするとか、なんかあれどうやって歩いたらいいんだっけとか、あの腰に関係ない方でもこういったところの筋肉、まあ、股関節だったりとかこういったところの筋肉っていうのが使えてないと、そういった症状が出やすくなりますので、ぜひですねそういったのも参考にしていただけるといいかなと思います。はい、じゃあですね、腰が痛くなってしまって歩き方がわからないっていう方はどういった歩き方をしているのかということですけど、ですね、まあ、本来であればしっかりこうやって足を上げていただいて歩くのが一番理想的なんですけど、どうしてもこういうふうに足をですねすり足状態で歩いているような形になります。そうなってくるとやはりこの股関節がしっかり使えていませんので、次第にやっぱり歩き方があれどうやってやるんだっけみたいな形になってくるんですね。なのでしっかりとこの股関節を使うことによって逆に体に負担かからないような形になってきます。逆にやはりすり足状態で歩いていると、体に逆に負担をかけてしまいます。特に、お尻周りだったりとか腰周りなんかにうまくこう体のクッションが効かなくような形になってきますので、しっかりとこの股関節を使って歩くっていうところを意識してもらえると。はい、ではですね、足上げのトレーニングをしていきたいなと思います。まず歩いている時にですね、やはりこう、引きずって歩いているような方っていうのは股関節がやっぱりしっかり使えていません。なので股関節をしっかりこう使うっていうところを意識的に、していくようなトレーニングになっていきます。まずですね、座った状態で大丈夫です。座った状態で、この鼠径部に手を置くようにしましょう。もうここをこう動かせよっていう意味で、あのここに手を置いていくだけなんですけど、しっかりここを意識しながら、足を上げていくような形になります。でこの状態で足をですね、上げるときに注意点としてはこういうふうに内側に上げないように気をつけましょう。内側になってしまうと股関節を痛める可能性がありますので、気持ちちょっと外ですね、外にこう動かしていくようなイメージです。でこの状態で足上げをもう早くやります。こんな感じです。これだけです。しっかりとここの股関節を使うようにしていただいて、手とか置いていただけるといいかなと思います。1,2,3,4,5 こっちですね。1,2,3,4,5 こういったトレーニングになります。なのでここのしっかり股関節を使っていただいて足を動かすっていうところを改めてこう覚えさせてあげるようなトレーニングになりますので、ぜひですねこういった形で足を上げる、特に早く上げるですね、早く上げる。でこれで左右差がある人、まあ、左の方が上げやすくて右の方がゆっくり遅いですっていう方に関しては、右のこのやはり腸腰筋っていうお腹周りの筋肉ですね、お腹から股関節にかけての筋肉がやはり弱くなっている可能性がありますから、少しそういった方は、弱くなっているこの足ですねをトレーニングしてあげて、左右差がなくなるぐらいやってあげられると一番いいかなと思いますので、ぜひそれは継続してやっていただけるといいかなと思います。
はい、いかがだったでしょうか。今日は歩き方がわからなくなった時のトレーニングをお伝えさせていただきました。今日のまとめとしましては、歩き方がわからなくなった時はポイントは股関節になってきます。この股関節がうまく使えてないと、結果的にこうすり足になってしまって、逆にそれが体に負担をかけている場合がありますので、ご自身の歩き方だったりとか、そういったのを見直していただいて、私股関節使えてないなとか、足が甘く上がってないなっていう方に関しては、やはりこの股関節っていうところの硬さ、もしくは筋肉が弱くなっている可能性がありますので、ぜひですね、意識的にこういったトレーニングをしてもらえるといいかなと思います。今後もですね、あなたにとって有益な情報を提供させていただけたらなと思いますので、こちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは今日も動画をご覧いただきましてありがとうございました。